これはあの花のつぼみみたいな。エルバステラは大箱の仲間なんですけども、まあ、あの大箱にもあるよく見るこのつぼみつが何だっけ、何て言うんだろうね、ちょっとなんか名前あったんだけど忘れちゃった、とりあえずまあ、うん、食べてみたあれです。食感アスパラアスパラだけどこれはちょっと臭い。ああ、でもん、木の味がする。木の味って何？あの割り箸間違えて噛んじゃった時は、あの最初あの使い始めのあのペロってした時の割り箸とかのあの木の味がする。他を最初草のほのかな香りがツーンってくるんだけど、あとはそれが残る。ずっと口下の中に。うん。食感はアスパラガス。匂いは最初は草からの木。うん。不思議。食えなくはないけど、なんだろう。口がもにもにする。これは現地では加速部分なんだろうか。どうなんだろうね。あんまり食わないんじゃない、うん、多分食べないと。硬くなってくる頃だから多分食べないんだよね。うん、そんでもって、多分、あれだと思う。で、加速部分じゃないからこそ、品種改良で、その部分を意識されてこなかったから、原種の特徴が残ってるんじゃないかなって気がする。うん、これうまい。この部分はうまいんだよ。